上徳医様が感動と、結果上徳医様の心が開く、お財布も開く、気持ちよくとんでもない金額でお買い物をしてくださるということで、にもかかわらず高島屋は白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は高島屋株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、高島屋と競合三越伊勢丹ですね、比較した場合ということなんですけど、はい、高島屋の方が利益率が高いということです。はい、本業の営業利益の営業利益率がですね、高島屋は 7.3%、 三越伊勢丹は 6.1%ということで、この動画を撮ってる時点では高島屋の方が利益率が高い百貨店ということが言えます。はい、ただですね、高島屋と競合三越伊勢丹のどちらが今後より大きく成長するかということであれば、断然競合三越伊勢丹の方がこれからは伸びるということです。はい、でなんで競合の方が伸びるのかという理由なんですけれども、競合三越伊勢丹はですね、現場で利益を増やした新社長の新戦略というのが極めて明確ということです。はい、三越伊勢丹はですね、社長が変わったんですよね。新社長になっているわけですけど、その新社長が新戦略というのを打ち出していて、この戦略っていうのがものすごい明確だということに対して、高島屋はいわゆる大企業ではあるあるの、抽象的で漠然とした、単なる理念というのを戦略としてしまっているということですね。はい、例えばですね、三越伊勢丹の新社長はですね、百貨店業界の変化危機というのを極めて正確に認識しているということです。はい、というのは、過去であればですね、百貨店は集客さえすればよかったということです。とにかく建物の中に1回たくさんのお客様に入っていただいて、そして売るのは実際に各店舗が売ればよかったということです。はい、で過去の、お客様っていうのは、百貨店はですね、余暇の時間を買い物を通じて過ごす場所だったということで、じゃあ今日は土曜日だとか、今日は日曜日だとか、今日は祝日だということで、じゃあ時間に余裕がある、じゃあ百貨店にでも行こうかということで、ある意味余暇の時間を過ごす場所だったんですよね。なので、百貨店としては最上階で、物産展などを企画してですね、その、企画をですね、チラシなどで、告知して集客しさえすれば、要するに建物の中に1回見込み客の方々にたくさん入っていただきさえすれば、お客様はエスカレーターで最上階から降りながらですね、ついでに各階の店舗で買い回りをしてくださっていたということです。はい、なのでまず例えば最上階で何かイベントします。そのイベントにたくさんの方々に来ていただきます。で帰る前にエスカレーターで順次降りていただきながら、気になる店舗っていうのを買い回りして、お買い物もしていただくということですね。これは業界でシャワー効果というふうに呼ばれていたものです。はい、なので、過去の百貨店はですね、建物への集客のためにイベントの企画などだけをやっていればよかった、そういう古き良き時代もありましたということです。はい、しかしですね、インターネットの発達以降、お客様は各店舗や各商品を比較してから来店するようになる。つまり、実際に百貨店に行く前にもうすでにですね、じゃあどのお店に行こうかなとか、どの商品を買おうかなということを比較してから来店するようになって、たとえ最上階で物産展などのイベントで集客できたとしても、お客様はイベントだけに参加して各店舗は買い回りせず、直帰するように変わっていったということです。はい、じゃあイベント企画しました。じゃあそのイベントだけを目的にお客様は参加して、でイベントが終わったら他のお店は全然回らずにそのまま帰っていくように変わっていったという
ということです。はい、なので百貨店はですね、まあ、集客だけではなくて百貨店自らも売らなければお店として生き残れなくなっているということです。昔は建物の中にいかに見込み客の方がたくさん入ってくださるかという集客だけで良かったのが、実際百貨店は自ら売らないともう百貨店として生き残れない、そういう時代に変わっているということです。はい、このようにですね、まあ、百貨店にとって厳しい環境の中で、まあ、競合三越伊勢丹はですね、百貨店の現場で実際に利益を増やした子会社の社長を、まあ、親会社の新社長に、まあ、抜擢しているということです。実際子会社でですね、まあ、売上を増やしました、利益を増やしました、その実際にたくさん売ってきた人を、まあ、親会社の新社長に競合三越伊勢丹は抜擢しているということです。はい、そしてですね、まあ、競合三越伊勢丹の新社長は実際に本人が実践して成果を出してきたことを、まあ、会社全体グループ全体の新戦略というふうにしているので、まあ、競合三越伊勢丹の新戦略っていうのは極めて明確ということですね。はい、すなわち、まあ、好感度上質戦略と呼んでいる戦略を打ち出してますということです。はい、つまりですね、いいものに対して好感度な、富裕層のお客様はこだわりがないものに対しては徹底的にコスパ重視だったとしても、こだわりがあるものに対しては最高に上質な商品っていうのを求めているということです。はい、だから好感度な富裕層のお客様に最高に上質な商品っていうのを提供する、それが好感度上質戦略ということですね。だから競合三越伊勢丹の新社長はですね、最重要の顧客っていうのを好感度な富裕層というふうに絞って、そしてその絞った上得意客様に対しては経営資源っていうのを惜しみなく全投入するという戦略を出しているということです。はい、なので、まあ、競合三越伊勢丹はですね、まあ、各店舗別の売上だけではなくて各顧客ごとの売上っていうのもデータ管理で始めてるということですよね。まあ、要するに三越伊勢丹ですよね、 MI カードっていう、まあ、クレジットカードを、まあ、発行しているわけなので、そのカードに基づいてどのお客様がいくら実際ですねお買い上げくださってるのかっていう管理を始めているということです。はい、そうした時に、まあ、カードデータを通じてですね、あ、年100万以上をですね、まあ、百貨店でお買い上げくださってるお客様方は、まあ、この方々だと、で年300万以上買ってくださってる方々はこの方々だと、で年1000万以上を、まあ、百貨店で買ってくださってる方々、この方々が上得意様だということで、まあ、しっかりと把握管理しているということです。はい、さらにですね、まあ、年1000万円以上の、まあ、上得意様という方々はですね、もう特専用室で特別な接客を行うということですよね。まあ、1年で1000万以上買ってくださるわけですからね、まあ、だからもう明らかな特別対応ということです。はい、で、まあ、たった一人の上得意様に対して、まあ、接客担当者だけではなくて商品の仕入れ担当者バイヤーもですね、まあ、複数名出席するということです。お客様1人ですと、ね、で百貨店側は、まあ、いつも担当している接客担当者プラス実際にですね百貨店にいろんな商品を仕入れてくるその仕入れ担当者バイヤーが複数名出席するということです。はい、そしてですねお客様のご要望をお聞きした上で同席の仕入れ担当者が商品のプロとしてその場でお客様にご提案をするということですね。まずはお客様は何を求めてらっしゃいますかということで、まあ、はっきり言っても直接聞き取りをして、そうすると、あ、お客様のご要望こういうことだったら、まあ、実は今仕入れの現場ではですね、まあ、こういったものが非常にですね、まあ、高い価値ということで評価されてますよということで、まあ、お客様に対していろんなですね、まあ、実際に商品情報っていうのをまあご提案するということです。はい、で場合によってはですね、まあ、三越伊勢丹グループで今まで取り扱いがなかった商品ですよね、それこそマンションだとか船だとか、まあ、そういったものまでも、まあ、上得意様
人のために仕入れに動くということまでやるということです、はい、そうするとですね、上徳医様はですね、私一人のためだけに三越伊勢丹はここまでやってくれたと、こんなにしてくださったということで、感動するということですよね、自分はお客様一人なわけですよ。で、相手は何人もいるわけで、しかも商品のプロが何人も並んで座ってるわけですよね。そのプロがいろんなことを商品について教えてくれた上に、実際に仕入れに動いてくれるということで、そこまでやってくれるとやっぱり人はですね、はっきり言ったら感動するということです。はい、結果、上徳医様の心が開きますと。で、心が開けば当然お財布も開きますということで、気持ちよくとんでもない金額で、お買い物をしてくださるということですね。はい、で、このように、競合三越伊勢丹の好感度上質戦略ですよね。まず好感度ですと、要するにこだわりのものに対してはですね、非常に高い感度を持ってる、富裕層のお客様に対して、最上級の上質の商品っていうのを提供する、提案するという、この好感度上質戦略っていうのは極めて極めて、明確な戦略ということです。はい、なぜかっていうと、やっぱり新社長自身がかつて売り場の現場で実際に実践して、子会社1店舗とはいえ結果を出した方法を実際に、親会社のグループ戦略っていう形で出してるということですよね。だから机上の空論じゃないということです。実践すれば確実に利益が増える方法ということですね。であれば、高額品の好調っていうのは、これは必然ということです。たまたま偶然高額品が売れてるっていうわけじゃないということですよね。ちゃんと戦略に基づいて実行した結果、売れるべくして売れてるということです。はい。対して、高島屋の戦略はということなんですけど、はい。ESGKA と。いうことで、はい、だから ESG のですね、重要業績強化指標っていうのを設定しているということです。 E っていうのは環境ですよね。 S っていうのは社会で、 G っていうのは統治ガバナンスということで、環境に対して、社会に対して、そして企業内部の統治に関して重要業績評価指標っていうのを設定しているということで、はい、しまいにはですね、気候変動への想定シナリオまで考えているということで、2050年時点で今よりもですね、気温が何度上がっていた場合どういう風になっていくのかということで、2050年ですね、今よりも気候っていうのが、2度未満しか上がらなかった場合と、逆に4度以上上がっていた場合というのをですね、大真面目にですね、想定しているということで、はっきり言って高島屋の経営陣はですね、頭大丈夫かということです。はい、で、高島屋って百貨店なんですよね。別に電力会社のように火力発電で二酸化炭素をガンガン排出している企業でも何でもないわけです。はい、だから電力会社が環境をめちゃくちゃ重視するっていうんだったら分かるんですよ。はい、なので、電力会社が二酸化炭素っていうのをどんどん出してます。それを2050年に向けてですね、脱炭素っていうのに一生懸命取り組むっていうんだったら分かるんですけど、今回やってるのは高島屋なんですね。高島屋は百貨店なわけですよ。なんで百貨店がそんなに環境っていうのをもうものすごい重視してるのかって意味が分かんないということです。はい、にもかかわらず2050年の気候変動対応とか、っていうのを出してるということですね。ちなみにですね、主導的な立場で ESG 投資というのを打ち出していた世界最大の資金運用会社、アメリカのブラックロックはですね、ESG っていうのを取り下げたということです。はい、要するに世界で最も大きな金額をですね、運用しているブラックロックがですね、これからはどんな企業に投資していきますか。それは ESG を重視している企業に投資していきますと。環境、社会、そして企業内の統治ですよね。この3つを重視している企業に投資していきますということで、どっちかって言ったら ESG の主導的な役割を果たしてたのがアメリカのブラックロックだったわけですけど、もう ESG っていうのを取り下げましたということです。はい、当然なんですよね。はい、企業は株主のものではあったとしても顧客のための存在なわけです。はい、だから環境とか社会とか企業統治にをすごく重視している会社に投資しますよと言ったとしても、投資家のために企業は存在しているわけです。
けじゃないわけですよ。顧客のために存在してるんですよね。今回の百貨店で言えば投資家のために存在してるわけじゃなくて、百貨店で実際に高額商品を買ってくださるお客様のために存在してるわけです。はい。であれば顧客のためにこそ使われるべき経営資源っていうのを環境とか社会とか企業内部の方にばかり使わせようとするのは、まあ、単にですね、まあ、足引っ張りにしかならないわけです。なんで投資会社運用会社が企業の足を引っ張ろうとするのかということです。はい。そういう環境とか社会とかに対して興味関心を持たせるんじゃなくて、もっと顧客のために経営資源っていうのを集中させた方がいいということです。だから、まあ、余計なお世話ということですよね。だから高島屋の経営陣が考えるべきことっていうのは、ただただ百貨店で実際に高額品をお買い上げくださる上得意様のこと、その方々にもっと大きな満足感動していただいて、もっと大きなお金をですね、気持ちよくですねお買い物していただけるのか、そのことをとにかく経営陣は一生懸命考える必要があるということです。はい。で、正直ですね、まあ、上得意様は三越伊勢丹で買うのか高島屋で買うのかっていうのは、これはもう比べてるということです。明らかに比べてますということです。はい。で、もっと言うならば、上徳井様はですね、三越のですね日本橋本店で買うのか、それとも高島屋の日本橋本店で買うのかっていうのを、これは比べているということです。はい。まあ、はっきり言ってですね、まあ、徒歩何分っていう距離にあるわけですから、どっちで買い物するかっていうのは当然考えるということです。しかも使うお金っていうのが100万300万1000万ですからね。そんな金額をですね、どこで買うのか、どこで使うのかっていうのは当然比べてますということです。はい。であれば、上徳井様が三越の日本橋本店じゃなくて高島屋の日本橋本店で買った方がいい理由って何なのということですよね。このことだけを高島屋の経営陣は24時間365日とにかく考え続ける必要があるということです。はい。つまりですね、高島屋の経営陣が考えるべきことっていうのは、2050年に何度地球気温が上がってるのかっていう気候変動ではないということです。三越に対して高島屋は何が優れてるのかっていう競争優位性をとにかく考える必要があるということですね。はい。例えば、三越にはないんだけど、しかし高島屋にあるものって何なんだっていうのを、本来は経営陣が一生懸命考える必要があるんですよね。はい。で、ズバリですね、宮内庁御用達であったという歴史なんですね。この歴史は高島屋にはあるんだけど、競合三越伊勢丹にはないんですよ。はい。だから、まあ、例えばその大正天皇とか、もしくは昭和天皇とか、もしくはその宮内庁がですね、実際天皇のためにですね、まあ、かつての天皇っていうのは今の天皇とは全然違うわけですよ。今の天皇ははっきり言ったら国民統合の象徴、印ですよね、シンボルなわけですけど、当時のですね、大正天皇とか昭和天皇っていうのは神だったわけですよ。生きながらにして存在している荒人神だったわけです。その荒人神にが使うその身の回りの日用品っていうのを、宮内庁はどこから調達してましたかって言ったら、高島屋から調達してたわけです。この過去の歴史っていうのは高島屋しか持ってないんですよね。こういったことをとにかくすごく活かしていくっていうのが戦略ということになります。はい。お客様は三越で買うのか高島屋で買うのか比べてるわけですよ。ってなった時に、三越がやってることを高島屋がやったとしても優位性にはならないんですよね。なった時に、競合三越は持ってない、高島屋だけが持ってるものをどれだけ最大限生かすことができるかということです。かつて神であった大正天皇とか昭和天皇の日用品、身の回り品を御用達で実際に集めてたことがある、調達してたことがある、それが高島屋だけが持ってる歴史ということです。はい。なので、高島屋の経営陣が思う以上に、高島屋という名前と、そして高島屋の包装紙にはものすごい実は価値があるんですよね。例えばお中元を送る、お歳暮を送る、もしくは何らかお得意様に対してお礼の品を送る、どの包装紙で送るのかって言った時に、高島屋の包装紙で送るっていうのは実は価値があるということです。どこで買い物した方がいいのかって言った時の一つの大
きな理由になるということです。はい、であれば贈り物の高島屋っていうのを極めに行くっていうのが戦略の一つということですね。はい、要するに現金っていうのは現場で現物が動いた時にだけ動くということです。はい、大事なことなんでもう一度ということで、現金は現場で現物が動いた時にこそ動くということですね。で、高島屋の経営陣っていうのはもっともっと現場の上徳井様と接した方がいいということです。上徳井様はなぜ三越じゃなくて高島屋で買ってくださるのか、それを100万300万1000万以上なんで高島屋で買ってくださるのか、その理由っていうのを直接聞いた方がいいということです。はい、例えばですね、社長自ら挨拶すればそれは上徳井様も非常に喜んでくださるということですよね。はっきり言ってそれぐらい時間使うべきなわけですよ。自分のお店で年1000万以上も使ってくださってるお客様であれば、はい、いつも本当にご愛顧ありがとうございますということで、社長の何々でございますって言って名刺を持って挨拶する、それぐらいやるべきだということですよね。そうすればお客様もですね、あ、社長自ら挨拶してくださったということで全然感情が変わるということです。はい、そうすれば2050年の気候変動を心配しても利益はただの1円も増えないですけど、現場の笑顔とか現場のお辞儀の角度とか現場での包装紙で何を使うのかとか、そういう微差っていうのを徹底追求した場合、ビザの積み重ねが将来の大金の違いへつながっていくということですよね。結局売上何千億って言ったとしても、結局1円の積み重ねなわけですよ。1000億っていうお金が存在してるわけじゃなくて、1円が1000億枚集まってるわけですよね。ってなった時に、じゃあどうやったら1円利益が増えるのかっていう積み重ねっていうのをいっぱいいっぱいいっぱいやった時に、結果的には1000億2000億っていう違いになっていくということです。で、最初から大きい1000億とか1兆とかっていうお金ばっかり見てるんで、だから2050年の地球環境変動とかわけのわからないことが出てくるわけで、結局その1円10円100円1000円というのを変えていくということですよね。で、上徳井様にあとプラス100万円お買い物いただく、あとプラス1000万円お買い物いただくっていう、その積み重ねこそが結果的には競争優位性であり今後の利益成長になるということですよね。だから高島屋の経営陣はもっともっとですね、はっきり言ったら上徳井様の声っていうのを直接聞いた方がいいということです。はい、すなわちですね、大きなことを実際成し遂げるのは現場の小さなことの膨大な積み重ねということですね。大きなことを成し遂げるのは大きなことじゃないんですよ。大きなことを成し遂げるのは小さなことの積み重ねなんですね。はい、大事なことなのでもう一度ということで、大きなことを成し遂げるのは小さなことの積み重ねということです。はい、結局短期的な業績っていうのは外部の環境次第かもしれないということですよね。例えばコロナだったら百貨店は全体的に売り上げが厳しかったですと。で、コロナが明けたらですね、リベンジ消費って呼ばれてますけど、コロナの時に2年3年我慢してたものっていうのを一気に吐き出すような、そういう高額品を買うみたいな、そういうリベンジ消費とかですね。だから短期の業績っていうのは、例えば三越だろうが高島屋だろうが外部の環境に大きく依存をしてるかもしれないということですよね。しかし長期的な業績っていうのは内部の戦略戦術戦闘次第ということです。結局同じ百貨店だったとしても5年後10年後15年後の利益っていうのは大きく変わってるということです。なんでかって言ったら、同じ外部環境だったとしても内部でやってることが違うからということですね。はい、たとえ今の業績こそ高島屋の方が利益率が高かったとしても、しかし今後5年10年15年と長期になればなるほど、内部要因戦略戦術戦闘が優れている競合三越伊勢丹の方が高島屋よりもより大きく利益成長しているということです。はい、逆に高島屋はですね、このままであれば競合に負けるので利益成長しないということですね。そうすれば利益の合計金額である企業価値も上がっていかない、なので、時価総額株価も上がっていかないということです。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、高島屋今後の株価はですね、2068円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回は高島屋株価どうなるというテーマだったんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。はい、そしてですね、最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、
株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方はですね、まあ、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということですね。はい、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう